後ろシティの話しででんででん夏はカルピス今夜もカルピスみんなで美味しく作ろうよ。さあ始まりました、後ろシティの話です。今夜も二人で楽しく喋るよ、皆さん。ファイルみたいなやつがあれば聞いてってくださいね。今度マネージャーにちょこ、こうやって。それでは、この歌が終わったら、いつもこうやって僕らのおしゃべりが始まる。さあ始まりました、後ろシティの話。夏はカルピス、そう別に今夜もカルピス、みんなでおいしく作ろうよ。さあみんなでおいしく作ろうよ。吉本の劇場とか行ったら分かるけどさ、お金かけてるじゃん。はい、始まりました。みんなでおいしく作ろうよ。後ろにこうセットとかも今更か、今更か、セットは今更か。そんな後ろシティのみんなでおいしくこれ出すってのはどうかと思うんですよ。わん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 、なんかその辺考えない。さあ始まりました。うーあのもうなんかあんなこれ椅子とかもだってこの椅子ちょっとやじゃない揃ってないし。さあ始まりました。はい、後ろシティの話。はい、始まりました。後ろシティが365日お送りしておりますユーストリームです。今日はですね7月1日月曜日、はい、あそうです。はい、金子です。はい、よろしくお願いします。あのもうやめねえかこれ、この俺がずっと歌わされる感じ。いや今日は完全にそっちに違うよ。あで今日ね始まる前に小声で、あ歌だけで10分ぐらいあるからって小声で言ったでしょ。もうそれがもう俺は操ってるから、あまた今日も頑張んなきゃって。あれをだから俺が自分の意思で言ったと思ってるんだ。え俺の前にももう一人いるから。誰がいんの？いろんな人が。岡崎さん。順番に回って。誰がいんの？そうなの？俺は誰に？松竹の社長から。社長、俺社長に歌わされるのじゃ今。順々に来て。もうやだよ、もう。10分は持たないし。まあ、1回 A メロも B メロも違うしさ。今日で4分ぐらいか、多分。今日4分ぐらいでちょっと遅れて始まった。ああ、ちょっと全然じゃん。うん、これ最終的に俺10分ぐらい、即興で。作ったメロディーと歌詞に合わせてそうそうやれるように。でさ毎回作曲作ってるけどあんま良くねえよ。あんまいい曲じゃねえ。いやよくいいだったら俺ミュージシャンになってるから、うん、即興でめちゃめちゃ聴き惚れるのができたらね、うんうん、なかなかできないからそれ。まあそんだけで始まりましたけども、後ろシティの話ですけど、はい、今日は4月1日4月ですよ、月曜日の放送。はい、7月ですよ。もう僕はもう今日朝何食べたと思いますか？わかんないけど放送開始した直後にフリスクを食うことがあるの。何食べたと思う？ん？何食べたと思う？そうめん。あ、あった、あった。なんで？ん？知ってた？知らない。そうめん食べたのさ。うん。7月だと思って。うん。これじゃん。7月ってバカみたいにそうめんを食うじゃん。俺そうめんあんま食わないんだ。そば。子供の頃食わなかった。そば。ああ。実家がさ長野との県境だからさ。あ、そうなんだ。そばが。でもだってそばはだって夏限定のもんじゃないじゃん。ないけど。そうめん食わなかった夏。まんま食べなかった。そばの方が多い。うん、あのピンクと緑が入ってるのがあるのよ、うんうんうん、それを夏はバカみたいに食べるんだけど、うん、そうめん始めだった今日は。うん、うん、でここからまたバカみたいに食う、バッカみたいに多分食うようになるんだ。なると思う。あ、さあそんな今日はですね、バチバチエレキテルの、うん、ね、あの打ち合わせとか、いやいやいや、ね、面白かったですね。楽しかったですね。うん、まあ毎回そうですけどもね、うん、まあまあそうね、みな見てる皆さんはですね明日オンエアなので、そうか、新メンバーが誰なのかとか、そうだ、ね、明日ついに新メンバーが誰かとか、そう今後どうなるのかみたいなところでね、はい、皆さんハラハラしてると思いますけれども、うん、うん、まあねとりあえず僕らとしてはね、うん、
今あるコントだったりとか、うん、企画だったりとかロケだったりとかを頑張っていきたいということでですね、うん、今日もいろいろまあその、ね、うん、ネタの練習をしたりシミュレーションをしたりとか、うん、ねえいろんなことをしましたけども楽しかったなねえ毎回毎回ねお台場行って楽しいね、うんうん、そうそうそう、まあそんな月曜日はあの毎週誰か来てくれ月曜日ということです、はい、お、いや今日は来てくれないんじゃないですか誰も、あれ何Check a bar, check a mic, one just like fun. Kick on the fence, no sound to not your bar. 始まりの愛から一緒。終わりまで Baby goes on. Wow, I'm catching the same mic, bring your next. To get the back and start to put a mess. 楽しみだけ、ほんとだ。We just gonna reason, love and gotta go. Wow, I'm catching the same mic, bring your next. ちょっと早いね。Yeah, what?Wow, get your hands up on our beat. Come on, it's hot, it's streaming. Oh no, let me move you swing. Yo, gonna be in the city. Come on, yeah, some beats gonna change them. So gonna change the show. Wow, 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 city. Next time we gonna be free. I'm not the only one that's best to be. I'm not just a little girl. Come on, come on. Wow, hey.サンファナビー、これはウォーだろ、ウォー、レジェンサンファンダジー、オッケー、そんなとこあんの、もうが映ってないけど、うん、その辺にやんないと、そんなとこあんの、アブガナイドリーナーゲーアブガナイドスクローリーカトザカモンカトザカモンカトザのみんなヘイイエイスクローリーションチューチャーまだまだホルトホーエッションオーバーレクリエーションファンのティアンティファンデーションオンドロキロンファインクしてるこうしてるザバースリーアウェイエブリシーバープレジェンションウォーわーい、わーい、わーい、ザ・ボス・ウィー・アウェイ・エブリシング・アブリジェンソー、わーい、アリトン、いやーねえ、さあ、じゃあ月曜日だから誰か来てくれる月曜日ということで、はい、ゲストを呼ばないといけないんですけどね、はい、いつもあのゲストを呼び忘れてしまう、はい、でね、あの前はあのあれじゃないですか、うん、呼び忘れて結局さ、うん、明日は嶋佐かに電話してさ、社メール送ってくる、うん、あー、あったね、で、僕は屋敷、うん、あったあった、前ねみたいなのもありましたもん、うん、だから、毎回父親生活ちょっとなんとかしなきゃいけないですよ、そろそろ、なんだっけ、なんだっけ、人を呼ぶ、いやいや、今誰が来たのか、俺じゃん、よいしょ、やめー、ちょうだいいいいいいはい、あー、来てもらいましたはいありがとうございます。ええ、毎回すみません本当に。いやかっこよかった。いやいやいや。かっこよかった。かっこよかった。かっこよかった。熱中してました。はい、うん、あ、いいよ。さて椅子持ってくるわ。あ、椅子来るんですか。すみません。そうそうそう。ちょっともう椅子ないと無理です。ありがとう。巻きですみません。そう毎回あの椅子がほら。すみ、あ、から持ってくる。あ、本当だ。そう今こんな感じで映っててあそこのカメラ。すみません皆さん。ね、すごいよ反響が見てよ。え？この辺ぐらいからこの辺ぐらいからね今までほら話がいっぱいあったんだけど。この辺ぐらいから、うわ、しまさ、しまさ、うわ、すごい、嬉しい、しまさ、しまさ、ありがとうございます、本当に、しまさ、ニューヨークの、しまさ、しまさ、しまさ、和也こと、はあ、KY です。ごめん、ごめん、言い過ごせ、あ、いいよ、そうそう。あ、よかった、ね、来てくれた。いや、すいません、本当に、いきなりこんなユーストリームで熱唱させてもらって。はいはいはい。ねえ、すごいよ。あ、ちょっと音が流れてる。なんの大丈夫、はい、すごいよ、かっこよかったとか、最高、あー嬉しい、いやあのちょうどね、画面の真ん前に来てる時は、ほんと PV みたいで、すごいかっこよかった、あ、ほんとですか、長えーとか、息切れしてるとか、いろいろね、スタジオみたいですもんね、ほんとにここ、でも皆さん、すごい楽しんで、うん、しまいましたけど、楽しんでくれてる感じで、あー嬉しい、よかった、今日だから、わりかし、迎え入れていただけてますね、ね、うん、嬉しいよ、クラスに一人、嶋佐さんみたいな人がいてほしいとか、あー、遅い遅い、もう、あー、もう27ですから、僕ね。もうそれはね、かなわない夢なんですけど、いやすごいっす、いや嬉しいっす、ありがとうございます、前もお台場でさ、うん、はい、やった時にあのそうっす ね, ね, 外でね、その時あのバチバチ LA 来てるのメンバー、うん、結構そうそうそう、うん、ほぼみんなで出してもらって、ね、今日本当にこんな本当にこう通常会だから、これ僕単品で、うんうん、まさか呼んでいただけると本当に嬉しいっす、ね、これ和也さんマジ好きだって
まず、カズヤさんっていうのを知らなかった。知らなかった。カズヤさん、下の名前で呼んでいただけるのは相当です、ね、これ。すごいよ。森脇さんもってどういうこと？森脇さんも大好き。これ、森脇さんってな、何？この間の、割と新しめに作ったコントのキャラクターコント。もう大ファンじゃん、この人。そうなの。これはもうニューヨーカーですね、この人。ニューヨークのファンでした、ニューヨーカー。はい、そうニューヨーカーなんだ。ニューヨーカーです。めちゃめちゃ嬉しいって書いてるよ。マジっすか？うわ、いたんだね。いやいや、何も知らない。いるわ。それはいますって。いやー。今日ゲストで来てくれてありがとうございます。いや、嬉しいです、本当に。ね、僕だって本当に、だからその、なんか流れちゃってるから。なんすか？止めなきゃ。東の空に日は昇り、山に囲まれたこの学びや、希望の船でいざ行かん、友と過ごしたこの時間、イエーグー、福岡でつなげる生徒の輪ちゃんと自分のパートだけ行くから、イエーイ。あ、ここだ、ここ黙って、ここ黙って、泣きの演技してるんですね。泣きの演技してる。これ俺以上にこれ俺以上にプライドないですね。ここ何にもしないんだもんな。だってここタメ口さんのとこってことですよね。要はオールファイブ、オールファイブ、これオールナイト。カラオケ入れたけど誰も知らないところだけ聞こえてるみたいな虚しさが。そうだね、うん、プー。あ、来た。僕は東京生まれ J-POP 育ち。悪そうな奴は大体他人。悪そうな奴にお金を渡し、パーセン買って過ごしたこの日々。ちょっとよてみますやか。当時純喜は予備校にかなり残んで、カバンの中には教科書がパンパンで、マジ親に迷惑かけたことがねー。どうも、ラブレターズ塚本です。どうも、すいません。すいません、お邪魔します。いやいいね、みんな持ち歌があって。生西岡中学校。ね、生で見れたね。すいません。すいません。あ、そう、ちょっといいですか。すいません。いやいやいや、すいません。いや、もうあんま横にいっぱいあるよ、多分映んなくなっちゃう。そう、大丈夫ですか。すいません、すいません。いやありがとう、ありがとう。いや、すごい、塚本さんまで。ね、今日今のところ、はい、フェスだからね、ただの。そういやだってもう開始15分くらいだって歌しか歌ってないですよね。歌しか歌ってない。代表曲2曲歌って、はい、僕の方のコメントは耳痛いって書いてありますけど、ね、大丈夫ですか。大丈夫ですか。知らないですよ。西村さんに対するコメント屋敷さんはっていう。あ、徐々にその時間経つと冷静になるみんなが私屋敷さんみたい。ニューヨーカーたちが冷静になるのはやばいですよね。ニューヨーカーはね。いや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 、贅沢な2曲。いや、本当ごめんなさい、本当に。いつもだって毎日本当にやられてるじゃないですか。毎日やってる、やってるよ。結局すごいですね。始めた時を知ってるじゃないですか、ラブレターズ僕ら的には。いや、まさかここまでちゃんと毎日やると思ってなかったでしょ、正直。でも何やら、ちょっと先ほどお聞きしたんですけど、その365日っていうことで始めたんですよね。で、今が300日目くらいなんですよね、大体。昨日が300日。お、昨日で。そう。もうちょっとなんですね。今日が301。じゃあ、今日301。そう。もう10ヶ月ぐらいでんだから。あと2ヶ月。あ、そう。9月の3日で、2日で終わりか。だからさ、みんなと収録終わりでご飯食べててもさ、そうそうそう。俺らだけなんか、その10時近くなると。確かにそうですね。そうそうそうしてるし。俺らの中でどっかにあんの。そうですね。それはもう、そうですからね、もちろん。だから、9月3日が最後だって。9月3日から始まったから2日で最後。2日で最後。あとちょっとじゃあこの夏いっぱいってことですね。まあそうね、この夏の終わりには。どこかで必ずある。そうですよね。から、その打ち上げの会場とかでもね、10時を過ぎる頃になるとね、チラチラ金子がこっちを見てくるわけよ。そろそろタイミングを見て、出た方がいいんじゃないかっていう。そうそうそう。のふわってね、このクリクリした目で見てくるから、ああ、そう。で毎回そのちょっとすいませんって事情を説明して外に出てるみたいなのを1年間やってきた。共にだって居酒屋でそのまま行っちゃったりしますよね。まあね、仲いい人たちだけだったね。すごいですよね。本当に良かったですね。本当もうすぐ終わって。いや終わっていいですか。終わっていい。早く終わりたいって気持ちはそんな別にないんで。お互い気使うし。まあまあでも見てくれ、まあそのね、飲みに誘う側もね、酒好きだから、確かに。いやでも嬉しい、僕は本当今日出れて嬉しいです。本当僕もちょくちょく見させてもらってたんで、普通に一視聴者として。だからこっからあと2ヶ月ぐらいの間に結構みんな多分出る機会は多いかもしれない。
うん、マジっすか。だって収録とかでさ、うん、そうですね、そうそう、合間とかだと夜一緒になること多いですもんね。そうそうそう、ゲストはこの週1回月曜日なんですか。一応月曜日だけなんだけど、別にまあ他の日も別に、別に来たかったら。どういう方々が、ねー、でも月曜日と関係ないけど、うん、新年会、新年会、今年の新年会、松竹の新年会やった時は、よいこさん2人とも出たし、そうだよ、TKO さんも出たし、大サーカスさん、そうそうそう、岡田さんも出たし、マジすごいっすね。そうだよ、ね、一時期なんか、一時だけ俺らが他の先輩に絡まれたりとかして、はい、よいこさん2人だけになった時もあったから、そう、画面に映ってる、なんかわちゃわちゃしすぎて全員出たりハゲたりしてる間にほなんかキュッキュッて、よいこさん2人だけのショットになって、よいこさんだけのユーストリームになって、すげえよ、とんでもないです、すげえよ、そうそうそう、そんなのも、うわすごいっすね、元旦とかもやってたりするから、で去年のキングオブコントのあとね、生放送の後、その日もやってたんですか。決勝のメンバーで、決勝の後やったよ、決勝のメンバーでやったんですか。そうそう、まあ、バイキングとかはなんか取材とかで忙しい、これなんか迷惑だからみんなベロベロだった、もっとやりたいことある、あ、決勝のメンバー、そうそうそうすげえ、そん時は、いやでもすごいっすね、マジで、そん時は最高の視聴者だった。いやまあそれはそうですよね、おめでとうの気持ちもありますもんね。いやそれマジすごいっすね、夜中やったんだけど、すごかったもん。だからバチバチにこの間の生放送の前にもちょろっとやってるんですよ。はいはいはい。そう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 。あれ、お正月の時も、はい。その前にちょっとやってるんだよ。マジすごいっすね。そうだよ。だって、本番前とかそうそうそうだよ。だそれ、うちら出ましたもんね。うん、そうそうそう、出てもらって。だってそんななんか、だってめちゃくちゃ緊張するわけじゃないですか、生放送前なんて。うん、あ、そうだよ。気が気じゃない時に、ただしっかりこのユーストリーム、うん、どんなことがあっても、一、うん、日欠かさず続けてきたわけです。志村さん、生放送やっぱ緊張する？僕も、あの、やっぱ本番前はしました。でも、うん、いざ始まったら、うん、やっぱなんか、うん、楽しくやれた気はしますけどね。うんうん、これも一応生放送は生放送。うん、そのなんかちょっと存在の扱いをされるのは、うん、ちょっと。だからあの、これ始まる前からほぼ緊張しないですし、今むちゃくちゃ楽しいです。いや、ダメダメ。本番前に緊張はだからじゃねえ。ただファンタジストをやらなきゃいけないっていう緊張感だけど、うん、もう一番長い尺で歌いました歌い出す前から2分くらいかかる。そうそう、ニューヨークのネタであるわけじゃない、そのファンタジストが、ね、4倍くらいになるあれも短くしてるもんね、うん、いや本当に、うん、でも今日7月の1日っていうすごい、うん、夏の要は一発目ってことで、うん、そうだよ、のゲストでいいんですか、うん、僕いいですよ、ね、うん、それはもちろん7月の1日って言ったらスペシャルな日ですよ。本当に夏の始まりですから。うん、じゃあ他に誰呼ぶのか、うんうん。島田以外いないでしょ。全然。みんなもう屋敷なんか呼ばないよ。そうだよ。ここは島田。本当タメ口に呼ばないよ。それはそうですよね。なるほどね。あ、そういうことですね。いや最終回に屋敷とタメ口にゲスト。いやそっちの方が穴があるから。ちょっと待ってください、ね。あれそれこそでも9月2日のその最終回になるんですか。うん、なる。そこなんかやった方がいいんじゃないですか。だからどうすると思って。そこはもう超スペシャル。だからもう言ったら364日の前振りなわけじゃない。うん。365日目何をするかで。まあ、いや本当そう、ね、そうだわ。何するんですか。考えてないですか、まだ。考えてないけど。開けときますね。いやいいよ、それは。9月2日ですよね。7月1日に出たわけだから。いやいやいや、うん、9月2日はもっと出たいですよ。だからあの変な漫画の最終回みたいに無理やり登場人物全員出るみたいな感じで、今まで出た人全員出る、うん、最後手振ると、ファンタジスタだけど出してください。いや全員出るのになんでファンタジスタで3分ぐらいですか。何も喋らないですよ。ただファンタジスタをフル尺で歌わせて何も喋らないんだよ。まあまあ撮るよ。フル尺だと何分なんだあれ。フルシャグが4分3、ライフゴーゾーンでもいいんだよ。いやいやだ、歌えたらもう、いやいやもうそうなるともう歌いたい曲も何でもいいんだよ。もうそれドラゴンアッシュいやだからほら、ね、あのほらさ、はい、実際明日地球が滅びるとしたら何食べたいみたいな、はい、で本当に白飯と、はい、あの味噌汁でいいみたいなのあるじゃない、うんうん、もしかしたら、ここで普通にやるかも、うん、今、うなぎって聞こえたけど、ちょっと。お子さんはうなぎだってことが分かりました。ちょっと普通に二人っきりでここでやるのかもしれないし、ね。ああ、なるほどね。うん、そう。ああ、ちょっとグッときますね。それか、二人によく似た。全然関係ないやつを1時間喋るみたい。そうそうそう。あすわに、まあまあ似たやつと、俺にまあまあ似たやつ座らせて。なるほど、なるほど。それもおしゃれな。そうそうそう。おしゃれな感じっすね。だ違くねえかとは思いながら見てる人も。尖った終わり方っすね。いつもより引きで撮ってるな。てかもう最終回の話やめてもらっていいっすか。いや、こいつが始めたんだよ、最終回。
ハゲおい、お前か。今この僕この時間をここで7月1日を満喫したいんだね。なんで先の話をするんだと。そうですよ、最終回も最終回でもまた出ますし、でもそれは置いといてね。悲しいからな、最終回。いや、まだもう一番その悲しいことなんて求めてないです、夏の7月1日。あれも人は、世の人は。こっから明るい話だけど、夏の楽しみとか。何しようとか。さあ、何するんですか。夏休み。夏をだからこの視聴者様と、みんなで何をしていくか決めていったりしましょう。視聴者様と見てる人と、はい、この夏何を。結構出かけてましょう。喋ってるのよ。例えば富士山行きたいとかさ。うん、あ、マジっすか。あ、じゃあ来て、僕地元ですから。来てください。実家止めますよ。あの富士山、どの辺なの？山梨県富士吉田市ってところで、富士吉田市、はい、うん、もうすでに標高が700メートルなんです。だから富士山ふもとの町なんです。富士急ハイランドですから。はい、富士急ハイランドなんだ実家が。そう、だから僕あのたまによくライブとかで話すんですけど、あの富士急の、うん、もう日本一有名なお化け屋敷、うん、あそこにあのそこのお化け、僕の中学生の同級生半分お化けです。だからなんかどういうこと悲しいやつな。なんか大事なとこはしょって、なんかほら、ごめんなさい、ちょっとなんか島さんの中学の友達の半分がお化けになった、全員死んだみたいな。あのあそこで働いてるお化けの、うん、約半分が僕の中学の時の同級生です。だから本当お化け屋敷タダで入ります。そんなに就職率高い場所なんだ。はい、だからみんなお化けになってて、高校を卒業してあの2人お化けになったんですけど、まずいや、まずね、その言い方あれだけど、あのバンドやってたやつが、地元のバンドマンがいて、で2年後にバンド解散して、で解散したのにそのメンバー全員でお化けになる。ここでまた、はい、そう言い方があるんだけど、バンドお化け、うん、バンドお化けで、あ、ちょっとした同窓会みたいになってるで、結局今ものすごい数占めてるんです、うん、僕も本当芸人も、うん、あの本当にダメだったらもうお化けになっちゃうから。お化けになるって言い方がなんでみんな帰るところお化けにしないでっていう、まあ、なんか死ぬみたいに聞こえるから。だから富士登山は本当に、じゃあ登ったことあるの？僕一回あるんですよ。一回かい、はい、案外。いやだから一回はそんなのやればいいじゃないですか。まあまあ確かに。登っちゃえばね。一回登ったことがあるかどうかで。何回も登るとそんな変態じゃないですか。まあ変態ではない。その人は、うん。そうなの？だあれ本当に想像よりきついですよ。きついんだ。それいつぐらいの時に登ったの？大学生の時ですね。まあまあ後だな。そうですね。それでもきつかったですね。700メートルっていうのは、はい、何合目っていう言い方するとどの辺になるの？もう本当にだから合目もないとこなんですよ。多分1合目でもないんだ、はい、全然だもん。でもふもとで5合目まで車で行けるんですね。車で行けて、そっからなんですけど、じゃ泊まれるんだ。はい、でも僕はあの夜9時くらいから登って5合目から、うんうん、でちょうど頂上着いた時に朝の5時の御来光を見よう。ああ、いいね。だからもう本当にでも頂上着いた時に、うん、僕頂上に着いた瞬間に高山病にかかるっていう、ああ、ハプニングを起こして、うん、高山病にかかって、あ、ご来光だっつってパッと揃えたらもう大曇り。見えなかったんだ。散々な登山だったんです。高山病ってどんなの？スキッパ見たことある？頭痛くて乗ったことある？いや何？登ったことある？いやない。いや五合目まではある。だから、だから歯で言ったらこういうことです。だから何が？そうだって。もう終わりじゃん。とんでもない症状って。ああ、とんでもないわ。いや、お前、俺一応先輩だ、俺。一応先輩だ、俺。ああ、そうなんだ。いや、すごいな、いいな。でも、はい、一番上まではないんですけど、5合目まであって、ちっちゃい頃、それでもきつかったっすもん。はい、あ、行ったんすか。行った。どんな感じなの？頭痛とかめまい、吐き気とか。本当に、車酔いみの、本当に似たような感じなんですけど、本当に気持ち悪かった。5合目まで車で行ったの？そうです、そっから登山で。でむちゃ寒いですよ、あの夏ですけど、それは。でもう本当に真っ暗で、ペンライトとかがないと思う。宇宙みたいな。え？宇宙なの？富士山？え？違うの？知らない。答え持ってないよ。知らないから。今何の話してたんだけど、宇宙の話したのかな。あ、ごめんなさい。あのもう本当に真っ暗だから上下も何も見えない。本当に明かりもないし寒いし。すごいな。じゃあ山で。富士山登ったことある島さんは、今年の夏なんか行きたいとかある、はい、だから海ですね。ああ、逆にね。逆にまあスタンダードかもしれないですけど、山行ったからもう海だと。はい、やっぱ海はもう毎年、僕ら本当山で育ったんで、だからこっちでできてる。海なし県、海なし県、山梨県、海なし県と、本当にそうなんです。その通りなんですよ。本当その通り。いや、もういいよ、そんなにそんないいこと言ってないから俺、うん、あ、嬉しそう。だから本当僕は海とかが本当に言ってもなんか
1年に1回行けるか行けないか、うん、まあそうだね、だから俺も山奥の方だから、ね、あ、そう、うん、マジですか、うん、海とか逆に行かれます？朝海近いんです、海近い、え、近くない？俺も近い、静岡の浜松なんで近いですね。海ってさ、テンション上がる？はい、海ですか、うん、僕、だから、でもやんちゃな人多いじゃないですか、うん、そうそう、うんうん、海はやんちゃなイメージしかないの。わかります、そう、ヤンキーみたいな、ね、昼間サーファーいるし、夜中放送局いるし、だから、本当年に1回、その元旦の、うん、その初日の出のタイミングはもう平民も行っていい日だと思ってて、地元の海に行ってました、うんはい、それぐらいだよね、それぐらいの感じです。でも元旦はその、入れないじゃないですか、でも海に直接入りに行くのはあれなんだけど、だから、うん、海で泳ぐっていうのはもうただのやんちゃな行為でしかない。 それはさ、じゃあ自分のさ、生まれた近くの海はともかくさ、他の海に行ったら、わーって思わないの？思わない。ああ、確かにまた違う景色。それこそさ、ね、沖縄のさ、なんかすごいグリーンのやつとか、全然違うもんだから見たいけど、うんうんうん、でも朝は高校時代、修学旅行で沖縄に行ったときに、うん、ずっとホテルに行って一歩も出なかった。そう。なんですか？なんですか？いや、それは単純にまた違った理由で歪んでたからっていうだけであって、うん、歪んでた。別に海関係ない。それ聞くのやめます。聞かん方がいいですか？それはまた違う理由だから。海関係ない。朝はあの A 面の方だから、それは。そうですか。A 面。そっちが A 面だ。まだね。みんなは B 面しか見ない。B 面しか見ない。マジか。まだ、うん、A を見てない。A 撮ってたんですか？みんな、みんなカップリング曲だけ聞いて遊ぶ。マジかよ。そうそうそう。メインの曲聞かせてほしいじゃん。俺の勝負曲聞いてないから。いや、マジか。えげつないです。いや、まあまあ、そうそうそう、だからどっか出かけたいですね。海っていうね、夏海っていうのがあんまりピンとこなくて、ずっとそれだから僕だから、そういうことですよね。僕が本当に山で育ったから海行きたいで、逆に海に育ったから別にいいみたいな、うんうんそ, ねうん、それこそその川の上流でバーベキューとかしたい。俺それが一番だもん。それ楽しい、うん、それはもう関係ないしにしたいですね。山育ちも海育ちも、うん、でも金子はあの地元がやっぱそっちの方じゃん、はい、だ結構その川釣りとかしてたんですね。うん、してた。めちゃくちゃ羨ましくない？そんな。楽しいですね。なんか鮎 が,、ね、がいっぱい取れんのよ。鮎が、うん。あ、いいっす、ね。お父さんが鮎釣りに行って、うん、隣でガム食ってたら鮎がいっぱい焼けてるみたいな。横ですぐ焼いてくるの。おお。すごくない？楽しいですね。地元でガム食ってたらっていうの。特大はいらなかったよね、別に。だけどいらなかったけど、別に鮎の美味しさ伝わったから。うん、こんなブレる島さんにブレを指摘される。実は僕は。いや、その子供頃の情景だから懐かしくて思い出す。ああ、本当にガム食ってた。そう、フェリックスガム食って。ああ、これゴールデンやつだっ。いいだろう。4個入りのね。富士山の話してる時に宇宙が出てくる、お前に言われたくないよ。そうですね。宇宙対フェリックスね。そうですね。ちょっと楽しく。いいですね。行きたいね。金子さんじゃどう行きたいですか？川育ちの金子さん、うん。だから俺もどっちかというと海なの。海で一番は泳ぐってことですか？泳いだら別に何でもできるじゃん。スイカ割りもできるし、なんかボール遊びとかもできる。泳ぎはしないですね。汚いんで、やっぱり。あ、泳がない。なかなか、雰囲気が好きです、やっぱり。そのみんな、本当に、うん、本当に平和じゃないですか、海水浴。うん、もう全ての人が、その、昼から、いろんな職業の人がいるわけで、でもその人がもう、アホみたいにしたらですけど、もう同じ海という目的を楽しんでるというか、それをこう、眺めているっていう。ビールだけ飲んで。ねえ。やんちゃな人がいると確かにちょっとテンション下がってる、ね、やっぱ結局地元にいるなんか悪めのやつらが、うん、よしじゃ海行こうぜとか言ってるのを聞いてるから余計そうなんだよ。海に対する怖さがなんだよ。海はもうやんちゃが怖いってだけです。あとめっちゃわかりますね、うん、だそういう人多いんだよ。山のやんちゃはあんまいないもんな。いないっすね。もうそういうのは山賊としてさ、山の上の方にいる。本当に100年前くらいに死にましたもんね。そうそう、全員死んだから。そういう人はあの峠攻めるみたいなないの？最後の生き残りが天狗としてあの町の人に呼ばれてるぐらい。 あいつはヤンキーなんだ。もともとヤンチャネスが天狗って元ヤンなんですか？おひげがついてなんか天狗というしてなんか、だから顔真っ赤なんですね。そう思ってるから。あ、そうなの。あと酒弱いなんですよ。お酒飲んでるから全然知らない。だから酒弱いんだあの人。強ぶって飲んでるから。フラフラだよ。フラフラ全然知らなかった。フラフラしてんだよな天狗ってな。あー、いいね。確かに夏は確かにテンション上がるな。楽しみたいですね、なんとか。そうだね。はい。でまあまあみんな遊ぶじゃない、一緒にその収録終わり。ご飯とかどう、うん、そうですね、うん、よく連れて。その延長で別に行けそうだけどね。ああ、確かに。行きたいっすよ。そうっすね。本当になんか遊覧船みたいな。ああ、まあ屋形船みたいな乗りたいね。それはせいで本当の屋形船とか乗ってみたいですね。うん、だから、ね、あんた仕切ったりして、竹芝あのお台場の、はい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 、はい、あっから、うん、
2時間ぐらいかな、2時間ぐらいクルージングして、中でお酒飲み放題、はい、そう、僕、なんていうの、フェリーフェリーっていうかね、いや客船よ、あのでっかい、3階建てぐらい、うん、で、はい、それも人いっぱいなんだけど、結構、うん、巻いてる日は空いてるらしいんだけど、結構、はい、で、東京は2時間ぐらい楽しいよね、あれも、それマジでやってみたいです今安いの、2000円ぐらいだったっけ、うん、とかなえ、そんな安いんですか、安い安い安い、その屋形船を借りる代で、屋形船じゃない、屋形船じゃないのさ、なんかね、お、でっかいね、屋形ではないですか、それなんていうの、フェリーみたいなのをイメージしてくれる、あーなるほど、そのあの甲板とかでお酒飲めたりとか、はいはいはい、めっちゃいいじゃないですか、500人とか乗れるやつさ、そうそう、本当にビールの CM みたいなことですよね、そう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 、あそうそうそう、まあ夜が多いけどね、うん、あ、めっちゃいいですね、綺麗、うん、景色もより見えるじゃないですか、甲板で風浴びながら、で夜、うん、飛行機とかさ、もうあれ近いじゃん、はいはいはい、すごい近く通ったり、レインボーブリッジの下から、ね、そうそうそう、じゃあそれ本当約束しません、え、マジでこの行くって、はい、今、いえ、今、今あのこの夏にいつ行くの、あ、7月22日今までに出て行こうね、ちょっと待って、約束、ね、7月22日までで、22までに、いや、何度も言いましたけど、うん、でも本当にだってそうだ、ね、絶対今月中にとか言って、うんうん、夏の約束ほど儚いものないけど、うん、農業船、うん、あ、そう、農業船ですわ、東京は遊楽船、そうですね、遊覧船、去年松竹の人で行った、うん、あ、いいですね、めっちゃいいな、あとよく言うのはね、あの花火とかね、うん、いいよね、いいですね、花火したいけどな、見たいけど、したいよな、どっちも花火をするって、集団でするってもう本当に、うん、青春の1ページのやつですよね、うん、そういう青春をやっていきたい、ね、やりたいです、ちょっと今のうちにやりましょう、うん、なんかその今一周回ってるって気持ちありません、いや、わかるわかる、この20この23、うん、30前後、うんうん、もう俺はもうそれ以上言わなくてもわかるわ、その話一周回ってるじゃない、うん、もう回って、うん、そうそうそう、もうまっすぐやってみましょう、頭では分かってるんですけど、体が一周回って求めてるっていうか、そうそうそう、花火したいとか、だからいろいろね、今まではその最初はもうみんなでこんなことがしたいっていう素直なもんだったのが、はい、どん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 いろいろ変わってきて、はい、で最終的にまたそこに戻ってきたってことでしょ、素直に学生時代その車に構えてたとかがあったりして、うん、そう、花火、うわ、集団で花火って、おいおいおいみたいな、俺そんなこと言ったら、はい、ね、喫茶店に行って文庫本読んでるよみたいな、ひねくれた、ひねくれた頃が、そうもない頭の使い方しやがってみたいな絶対した方がいいですよ本当にした方がいいと思う、そうだね、まっすぐやった方がいい、今ここにこれを見てる、うん、僕は本当大学生、うん、いや、そう、高校生の人に僕は言いたい、本当に僕は本当高校時代の記憶ないですし、うん、本当につまらなかったんで、ね、なんでね、ないことはないし、本当に、うん、あの絶対に楽しんだ方がいい、楽しんだ方がいい、うん、もうそうね、これダメ、まあダメかもしれないけど、まあもうチャリの二ケツもしていい、ダメだよ、していい、ダメだよ、やった方がいい、自由地ならいいけど、彼氏カップル、なんかカップルいるんだったらやった方がいい、絶対やった方がいい、彼氏カップル、でも本当なんかそのやっとかないとさ、もう卒業してからさ、やっぱ働いたりするともうやる時間ないから、経験できないことが、お化けの仕事とか忙しくて、友達とかやんないでしょ、お化けの仕事やってることが、うん、お化けになっちゃった、いや、お化けはもう本当にお化け、おわ睡眠なんで。お化けが出てるか。本当にお化けです。人じゃなくなっちゃった。家で起きて、起きてる時間でお化けに行くまでもお化けなんだ。だからもう本当ずっと死んでるみたいな。寝てるかお化けか。友達に怒れる。でも俺毎年花火はやってるよ自分で。え？自分毎年バーベキュー行くから。そう、行った先では必ずでっかい花火があって。あ、そうなんですか。そう、大人数で。あのでっかい花火ってなんであんなすぐなくなるんだろうな。ねえ、すぐなくなるよ、ね、あんなでっかいじゃん。あのキュッてこう、あ、そうそう、はいはいはい、あの子供の時にセミングスクールみたいな、はい、そう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 、最後でっかいのいつ行くみたいな、はい、あ、わかりました、これは取っとこう、どのタイミングで出すか、これは一丁でいけるぞ、だいたずらなやつがネズミ花火をちょっと投げて、そうそう、あー、ありますよね、なんか線香花火対決ありますよね、やるね、やるね、6発ポンポンね、あ、いいっすね、その音聞いちゃうんですよ、ね、そうそう、で、なんか変わった花火だと思って俺やろうと思ったら、あのただのあの火つけるろうそくのあのちょっと目立つだけあるわ、ちょっとだけめっちゃわかりますわ、それどうぞみたいな昔、鉄砲みたいになったよな、あ、ありました、ありました、鉄砲の先になんか赤いカチカチすごい短いやつですよねそうそうそう、すぐ消えちゃうやつ、うん、違うなぁ、全部やりましょう、いや、あれは夏の思い出よ、今年はね、ベタな、ベタな、ベタなイベント、ベタがベタベタがベターなんですよね、結局それは本当に学生の大学生の皆さんと高校生の皆さん本当に言いたい、僕は高校時代の記憶ないですから本当につまんなかったんで、やっぱベタがベタなんですよ、結局そう思っちゃうんですよね、年取って、その説得方法なの、うん、そうよ、本当に、いや、でもやった方がいい、グッとくるのがグッドだからさ、こ
これあの大学生高校生の人たちに言いたい。僕あの高校時代も別に楽しかったですけど、やっぱり今ねその時々にグッとくることが一番グッドなんだってことがいいじゃないですか。ね、だから大人になると本当、うん、ナイスがないっすね。本当そう、ナイスがないっす。なかなか大人ってなんかビューティフルがビューティフルんですよ。うん、はい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 じゃねえ。はいはいじゃねえ。全然分かってないし 今のとこ段差あったろよ。だいぶ飛んだですよ。よいしょっていう音聞こえたいもん。俺はナイスがナイスまで分かってるちゃんと。いやそれは分かって、お前がおかしいんだよ。ビューティフルってビューティフルがビューティフルの分かんない。そんな日本語ないよ。段差かなりやめました、ね、モンスターボックスくらい手がかったね。大変なチャレンジだったろ。いやでもなんかやっといた方がいいですよ。もう学生ほどベタなことやった方がいい。本当に皆さんやっていきましょう、うん、サークル合宿もいた方がいい、うん、毎年なんかやることないのこれ夏ですか、うん、あよくやりますよ。でも俺絶対海行くな。そういう意味でその行きたいから山育ちだから。そういう意味でさっき言ってた山育ちだから海は憧れがあるから。あー海はバーベキューも毎年するし、うん、いや毎年やっぱできないんですよねコンスタント。海行くでも、うん、行けた年もあれば行けない年もある、うん、あー年々そうなるんでね、そのナイスがなくなるよね。ないっすよね、うん、だから今分けていったんですけど、ね、バレないのに見つかっちゃうから自分の発明恥じてんじゃない。うまくやったよな、今ね。でもお祭りとかはなんかちょっと新宿とかでもやってるじゃないですか。やってるやってる、うん、花園神社とか。そう、たまたまやってる時は絶対ちょっとの、うん、でもちょっと雰囲気だけ見に行って。そういうなんかお祭りなどフェスみたいなのがちょっと増えすぎだけどね、そのフェス。今フェスと増えすぎちょっとかかってんだよね。はっ今そう思わなかった。フェスと増えすぎダジャレじゃね。いや確かにちょっとすぐ崩された今。えダジャレっぽくないんだ。ダジャレっぽかったっす、ね、わかんない。そんな気なかったら分かんないです。計算だったかもしれない。俺もどっちかわかんない。高度な計算かもしれないです。あとお祭りを単純にフェスって言わないだろ。いいの思いついたと思った今俺、うん、あじゃああれですね、あえ思いついて言ったと早く言いたいと。ってことはボケってことだよ。ボケたボケた。みんなこんな時間にね。で塚本を追い込みたかったっていうのは。あ先に逃げたかった。そうですね。こういう時あるよ、ね。あるある。俺が先行っちゃえば。行かれて、まあ、こういうなんか心が、うん、はっとした瞬間って。いやそれはもうただの親父ギャグですよ。なんですか。ただの親父ギャグだった。心がハッとした。ハートとハート。ああ。ハートはって言わなきゃじゃん。うん、そうですよ。いや。いや、ハッとした瞬間って、パッドをかぶりたくなるよねっていう、もっとグレードの低い。あ、もう一個、もっとグレードの低い。もう一個、心の方は思いついてなかったの。心は、はい、皆さん、頭いいなと。俺にいなかったなと。でもそれ、毎年 やれるタイミングでやっとかないと。夏祭り、それはめっちゃ思います、ね、うん、マジで。ちっちゃい夏祭りとか行きたいですけどね。ねえ、いいよね。本当、雰囲気。感じるだけでなんか楽しいんですよ。なんか本当一瞬回ってるっていうか、うん、高校生の時は本当嫌だったんですよね、うん、お祭りとかも嫌だった、うん、無理やり、ね、それなんか誘われたり、うん、なんなのあの嫌さ。どうしても輩がいるじゃないですか。そうなんだよ。どうしたってね、地元を牛耳ってる輩がいる。そのカップルとかも見てても嫌でしたし、うん、あ、分かる分かる分かる。なんだよ、なんなんだろう今本当に。まっすぐ、ね、今行きたいっていう気持ちは。金魚だって救いたいしね、全然、うん、救いたいです、ガンガン。なんなんだろう、別にさ、そのあの頃よりさ、はい、今充実してるっていうことでもないじゃない。なんなんすかね、なんなんだろうね、もったいないって思い始めたのかな、なんか。じゃあだから、あれじゃない、会う人会う人にさ、その、充実してる人もいるわけじゃん。その、お祭りは行ったよ、よく行ったよね、みたいな、はい、そういう話を聞く機会がどんどん増えていくわけでしょ、うん、人生やってた。はいはいはい。そしたら、あ、こんなに結構みんな楽しんでたものなんだと思った時に、ああやっといた方が良かったって、自分やってなかったことを知るから。あでもそれからあのやろうとしてもやっぱ、はいはいはい、もう後の祭りだからさ。はいはいはい。いやでもそれは、いやいや金子さんマジで本当いいけど、うん、そんな自分で今なんか半笑いにして崩そうとしてますけど、うん、全然俺を本当に思います。いや後の祭りもうちょっと、いやいや後の祭りっすもん、マジで、うんうん、そういうことだよね、はい、後の祭りってことはそっから来てんの。あ、我々みたいな、俺らみたいな30ぐらいで過去にお祭りを楽しめなかった、体験できなかった。あでもそうかもしれないですね。もう戻っても体験できないですもんね。あの中高生の時のドキドキ感のお祭りはもう戻ってこないです、うん、それはマジでありますね。もうだってベビーカステラって絶対読めんじゃん。ああ
昔は逆から読んだ。昔は逆から読むっていうミスをしてたじゃん。でもうしない状態で行くわけやから、それはもう結構の違いだと思う。そこは笑わないですね。いや今ちょっと次にもう一個ダジャレいけないかなって探しすぎですよ。全然ないから。俺のまま良かったと思うんだけど。せんな。ダジャレもね、ずっと言ってる。そうだね。楽しんだりもしてね。うん。スイカ食いたい。ああ、やっぱり食べ物もね、夏。ユーストリームも、はいはいはい、これ、なかなか絵代わりしないじゃない。うん。その1年やってんだけど、はい、冬の景色にはならないわけです。ならないから、ね。はいはいはい、ここは。だから、夏ぐらいさ、そのみんなでスイカを食いながら。いいっすね。確かにそうっすね。それはでもいいっすね。うん、見てても。そう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 。スイカ食いたくなりますね。そうそうそう。それっていい効果ですし。いいよね。うん。飯か。でも僕は本当にだから浅田さんもそうだと思うんですけど、うん、お酒が好きなんでやっぱ夏は本当にビールが美味しいんですよね、うん、そうだね。ビアが本当にビールを毎日いっぱい飲みたい。どんな感じで飲みたいの、うん、もうそれこそ逆にあのビアガーデン行って行ったりとか、あと夏はあのなかなかもう昼から飲むのが美味しいんですよ。暑い、もうすごい、まあ、暑い昼間から外で、うん、まるでどういうように飲むんだよ、はい、どう飲むの、ビールを。えまるでももう水かそれ以下のように。水かそれ以下のように。普通はでもアビールかのようにって言うんじゃないの。あれいい加減アビールかのように、アビールかのように。本当に、あ、そっか、本当に分かんなかった。アビールか。あ、俺ビアっとだと思ってました。うわ、アビールだよ。アビールだ。絶対に。うん。まるで、どのようにっていう。ビールをアビールかのように。あ、これ、何これ生か。巻き戻し無理か。無理だわ。巻き戻せるのはファンタジスタまで一回巻き戻す。じゃあ待って、何だと思ったの？全く気づかなかったです。ビア。ビア、ビア、音？いや、あのビール、ビアビアな、まあ擬音ですけど、ビールをビアビア浴びるほど。それはもう僕の方がまだまだ全く気づかない、気づかない。難しいわ。それはもうサイコパス。ちょっともう一個出して。それはもうサイコパス。もう一個出して。ビアビアとか。サイコパスではない。サイコパスですか。やばい、ネタがそういう色だからやばい。でもそういうのはいいなと思って、みんなでその縁側で水かくいながらユーストリームかな。そうだね。もうそれもだからもう今やるとかないともう確かにね。なんだろう、浴衣でなんか、ま、街歩くみたいな。やったほうがいいことは。それはね、また一つのライン、あるよ、ね、上のラインですね。あのあれな、あのセッタとかさ、はい、あのジンベエとかカラ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 言わせながらね、男がジンベエで女の子がちょっとした浴衣を着て、ちょっと夜の夏を。それちょっと勇気いりますね。でもいや、まあ確かにね、一つハードル。いやでもそれもこなしてほしいよね。なる。でも塚本さんマジで浴衣めっちゃ似合いそうっす。そうだね。いや、ほんとね。昔のあの、早めに死んだ小説家の人とか。文豪の歌だよね。文豪か、早死にしちゃった。いや、来たかったな。全然なかったな。ジンベエさんが。でも旅行とか行った時にさ、旅館で着る？僕着ます。めっちゃ着るよ。めっちゃ着るよ。行き先でさ、そういう遠くで旅館で着て、ちょっとコンビニとか行く時とか楽しくない？楽しい。わかります。うん。わかりますね。でも今なかなかね、なかなか地方行ってもさ、普通になんつうのビジネスホテルみたいなさ、ペラペラのじゃん。あれが違うんだよね。浴衣嫌いっていう方いるじゃないですか。いるんですかね。たまに。いるんですかね。ああ。いないですか。いや、わかんないな、俺は。俺はわかんないから。あんま。いますね。なんか、たまにね。しづらい。一人が絶対いるじゃん。この世で。浴衣嫌いって言う方。絶対います。で、松竹にもいるんじゃないですか、芸人さんで。いるんじゃない？はい。誰とかいる？おねだり。え、もうどっちかにしてくれよ。うるさい。俺、やっとチャンスだ。やっと見つけたと思った。誰？誰？いや、今。誰？おねだり。浴衣くんとかいるじゃないですか。豊かな。ちょっとこれカットとかできないし。いや、もう全部お届けされてるから。今日のさ、ここまでのさ、ここまでの50分ぐらいをさ、バチバチとかのディレクターさんとかも渡してさ、ちょっと編集してみてくださいって何分ぐらいにされるの？1分半。いや、1分半は長いよ。1分半長いでしょ。
長いですか40秒ぐらい。どこがハイライトになるんですか、ね、ちょっと12時までやりません、マジでマジでじゃない、楽しくなってきちゃってんじゃん、延長とか。いや、あの遅れたりとかね、うん、早まったりとかはあるけど、はい、そんなのだって後ろ七さん決めればいい、まあ、でも後ろ七さんが決めればいい。何2回言ったの。まあでもここも劇場もね、逆にこの1時間で終わらせて、はい、また次マジの1時間に来てくれるの。そうだ、まあマジっすか、見てる方がちょっと見たかったなっていう、うん、あ、そうか、そんくらいで終わるのが、そう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 、し1時間で収める力っていうのもあるでしょ。そうですね、そうそうそうだよ、気のいいとこで前、すいません、まだ10分ありますしね、まだ10分ありますね、全然ね、まだまだ出るからみんな、夏ちょっと本当行けるメンバーでね、行きたい、マジで行きたい、そういうことがしたいんですよ、まっすぐなやつ。どの辺行きたい場所ですか。例えば海にしろ山にしろさ、俺あんま西の方って行ったことないから、贅沢行っていいなら島とかでしょ。そう、遠くのね、島な、二島みたいな、島は本当綺麗でしょね。そう、だろう。あのでも九州とか行きたいな。いいね。うん、福岡一回行ったことあるんですけど、もう行ったことあります？あるある、うん、もう海、福岡の海って、うん、ほぼ沖縄くらい綺麗。あ、そうなんだ。え、俺らそこまでびっくりしたんですけど、ちゃんと見れてなくて。俺ら長崎行ったけど綺麗だったよね、長崎も。長崎の海でも協定上の海だけどないや協定上の営業で行ったから、うん、でも協定上の周りの海だったけど、ほら橋から見えるさ、うん、綺麗だったよ。まあ綺麗だった、綺麗だった、うん、全然綺麗なんですよね。もう、そうなんだ。宮崎とかもなんかさ、うん、たまにテレビに映ってるとさ、ヤシの木みたいのあるじゃん、うんうん、ああいうとこ行きたい、いいっすね、南国って感じの。あーあれ、そうだね、あれそのまま流れで屋久杉見に行きません。あ、屋久島、屋久島、屋久杉、海も、ね、もうより綺麗でしょうしね、屋久島の周りなんて。屋久島はいいね、旅行ってだからそのなかなかその泊まりで旅行とかも全然できてなくないですか。うん、それはまあなんかね、難しいよね。みんながしかも一緒にスケジュール合うことはない、うん、そうですよね。その同じ例えば事務所の同期先輩後輩でも、うん、各々スケジュール違いますもんね。そう、そう、だから午前中だけ休むとかさ、夜中だけ休むってことはあるじゃん、うん、ね、丸一日でさえなかなか難しいですね、うん、本当に。いや、もしかしたら逆に俺たちはその一緒の番組があるから合わせやすいのかもしれない。あ、そうですね。そうだよ。確かに。他の仕事さえチャンスにならなければ。例えばその収録がちょっとなくなったみたいになったら一日空きますよね。そう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 。だから僕本当芸人4年目ですけど、うん、みんなでその大学生の時にどっか泊まり行って遊び行くとか一回もないです。うん、ありますか？あるよ。え、あ、学生時代はない。芸人でも、あるしでもあるよ、ある。なんとか予定合わせてその時に会う。芸人で一回ありましたね。うん、あるわ。あ、マジっすか？泊まり行ってキャンプ場で。あ、キャンプ場っすか？そう、どこですか？まあ、それで神奈川だけど、めっちゃいいですね、そんな。一泊ぐらいならなんとかなんで、ね、なんとかなる。ライブの企画でしか俺もないけどね、一回だけ。後ろさんたちと。あ、泊まっただけ。はい。泊まったっけ、忘れられてるじゃん。ツインテールの。ね、超楽しかったね。多分、あそこさんと、俺らとチームが別で。ああ、泊まり。そんなライブとかで行けるとかもまたいいっすね、うん。パラグライダーやりたいですね。パラグライダーをやりに行くっていう企画で行ったのよ。パラグライダーやったんですか？実際ね、その風と雨がすごくていいやなっていう部位を。ベンチしたいなっていう。しょうがないからその部位を取ってったんだけど。でもある意味そのだって本当パラグライダーやったら死んでたかもしれないですよ。そう考えたら。何の話？うん。なんだ？無駄。え、何死んでた？うん、死んでた。ただまあそれはそれでいい思い出でいいじゃないですか。ああああ、実際やらなかったことがってこと、ね、こね。ああ。ね。そんなこと言われたら僕と行きましょう。そんなこと言われたら今後行けなくなっちゃうよパラグライダー。いや僕と行きましょう。死んでるかもしれないって言われたら死ぬかもしれないよ、そしたら。いや、いいです、僕はいいんだ。いや、ダメだよ。島さんもう死んでいいの？うん。そのさっきからお化けにちょっともう早くなりたいみたいな感じ、うん、どうせ実家帰ってもお化けになるわけだよ。マジで俺人生で今一番死にたくないです。どっちなんだよ。いや、そうね。どっちマジ死にたいと思った時もありましたけど。みんなそうよ、こんな番組一緒にできた。今はもう100で死にたくない。ね、今だね。今、本当に全然死にたくない。本当そう、ね。なんとかな、ね、はい、みんなで時間合わせて行けたらいいですけど。そうですね。はい、ねえ。でまあ月曜日はいろいろゲスト来てもらってるけど、はい、その一応告知のために来てもらってる。そう、本来、本来はね。マジだからなんかお知らせがあれば2人に、まあ、まあ、あと時間的にもあれなんで、うん、あ、じゃあ、はい、うん、いや、じゃあ僕から、うんうんうん、もうさっと7月の、ニューヨークとしての告知、はい、はい、ニューヨーク28ですかね、7月の後半に神保町花月でトークライブがあるんで、2回目の
面白かった。それニューヨークだけの。はい。僕らだけで。うん。そう。ニューヨークシティコップスっていう名前なんで。うん。へえ。なんか俺らの名前が入ってる。シティと。そうです。ニューヨークシティコップス。あれ。え、何？これなんか持ってきた。何？これあのやっぱり僕の大好きロックの。ニューヨークシティロックス。ニューヨークシティコップス。コップス。ロックバンドストロークスっていうバンドの。うん。の曲？曲名なんです。いや、それだけです。それ何をやる内容的に。いや、本当に、まあ、あのフリーで喋って、まあ、あと企画も考えてる。2人だけで。はい、夕方ですね。28日、土曜日ですね。たぶん28日、とにかく土曜日ですね。もうチケットは出てる。チケットでピアとかで出てますね。はい、はい。ありがとうございます。すみません、マジで告知します。いやいやいや、もともとそのための日なのよ。そうそうそう。いや、もう本当いらないぐらいです、告知は。いやいや、ダメだよ。すみません。ラベターズ。はい。いや、これもラベターズさん、本当に。単独ライブを。これですよ。はい、ぜひぜひ来てください。うん。8月12日、東京グローブ座でやりますんで、全然チケットまだあるので、よかったら。僕らの単独ライブ終わってからですよ。あ、そうだ、後ろさんの後に、そうすぐ後か。はい。後ろさん見たお客さんがそのままみんな見てくれれば、いいなと。嬉しいなと。僕らそれこそ行きたいですよ、絶対来てるの。はい。まあ、見に来ていただいたんで、ニューヨークに行けなかったんだよな。俺らも。いや、もう言っていただいて、いや、全然全然、言っていただけたら嬉しい。それこそさっき、ツイッターで、今日、あの、単独の告知、拡散お願いしますみたいなので、広めさせてもらったんですけど、その数をもうついさっき一緒にご飯食べた金子さんの写真を載っけた普通のツイートがリツイート数で3倍ぐらい膨れ上がって抜かれちゃったんで、よかったら拡散してほしいんですよ。いや、だからそれは金子を乗っけて告知をすればいい。あ、そうですね。え、どういうことですか。わかんないけど、俺らの単独の。うん。あ、そっか、そんな上手い手があるの。あ、じゃあ交互に写真乗っけて、じゃあ使わせてもらえますか。俺はあれだけど。いやいやいや、行きますよ。金具取ってさ、はい、この金具さんも言ってますみたいな感じでやればいいんじゃないかな、最後。そうですね。そうや。いやー、でも本当来ていただいてありがとうございます。チカボン、チカマイクボン、チスラのファン、ハッキリカのバスタサンサン。まだ。だからもう自分でさ、編集したバージョンでずっとやってるからさ、もともとはドラゴンアッシュさんのものでさ、オリジナルを知らないんじゃん。ダメだよ。あ、ま、リメイクしすぎだよ。ちょっと聞いてやんない。すいません。イントロまあまああるっていうのを頭ちょっと入れていかないと。オリジナルリズム取れなくて。焦ったでしょ。なんだこれ。俺がいつもやってるのと違う。リズム全然取れない。間違えちゃう。そんなわけですね。本日のゲストはニューヨークの島佐とラベルターズ。坂本でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ来てください。いや、マジでやりましょう。また。はい。本当に。またお願いします。ありがとうございます。後ろシティの話でした。おやすみなさい。おやすみなさい。まるで溜まってこれエンディングソングね。あ、そうですか。後ろシティの溜まって箱。何なんですか。ドラゴンボールの曲っぽいでしょ。あ、ぽい。はい、ぽい。後輩が作ってる。後輩が作った曲かしら。メロディーも歌詞も。